<laughs> じゃあ開けてみたいと思います反射すごいですね顔とか見えたらどうしよう <laughs> 見せるもんじゃないですからね顔はねえっとまあ楽しみっちゃ楽しみですねまあ先日ニコ生があったんですけど、まあ、そこでプレイ動画があったんでえっとこれ見たら結構読み込み本も早くってまあわらわら感もまあそれはもちろんなんですけど はい。ちょっと待ってよ。あの、コードとかが入ってたら、抜かなきゃならない。<laughs> えっと、そうですね。はい、まぁ、あ、こんな感じです。やっぱり最近のゲームって説明書がなかったりとかって、ちょっと寂しいことになってますよね。あれ見て僕、開封動画したいんですけど、えっと、あ、仮面ライダー、チェイサー、これ関係ないですけど、まあおぉ、V シネかな ?V シネ。V シネで、 ブレイクガンダー。ま、あこれいいよ。俺あんま言わないとこ、うん。はい。そっか、はい。うん、そんなもんか。で、こちらが説明書です。えー、仮面ライダーの起源に迫る完全オリジナルストーリー。えー、怪人軍団と決戦の最中、ライダーキックを放った。もうここでおかしいですよね。な、なんで対決してるんですかってのは語られるのかな。 ライダーキックを放った仮面ライダー1号が突如姿を消した赤黒い暗雲世界に包み過酷の画面で消滅していくそうで残されたのがデンウォーとゴーストということで、まあ、デンウォーは時を遡ることができますから救出されてデンの中でゴーストが転入社の消滅したライダーたちが描かれたライダーチケットうん、まあ、ということで最初のだから1話を行くって 聞いてたんで、だからどこまでやってくれんのかな特に僕、ファイズが好きなんで、いや、ファイズの一話は、なんだろう。必殺技が出なかったからね。<laughs> えーそっかう。シングルプレイリスト。カスタムサントラって嬉しいね。なんか音楽をそう自分で決められて、なりきりドも上がるというか。やっぱなんか説明書をやってくんないと、なんか、なんか味気ないな色もないし。 すげ削減されてるよえーちょっとコードが見えちゃうかもしれないですけどまあ投稿するときにはすでに入力済みなのではいえーこれ初回封入特典本郷けしショッカー基地へ潜入プレイアブルキャラクター本郷けしショッカー戦闘員バージョンということでまあ実際にあった話らしいんですけどえっと本郷けしがショッカーにショッカー服を着てまあ潜入するということで まあ内側から滅ぼしてやろうという <laughs>、とんでもない魂胆なんですけど、まあこれが使用できるということで、えー、専用追加ミッションとかもありますね。はい、まあこちらも番外編みたいなんで実況やってみたいなと思います。はい、ということで、まあちょっと仮面ライダーについて語りたかっただけなんで、まあ最近見始めたんですけど、まあ大体の人は幼稚いなとかっていう印象があると思うんですけど、 いやー、やっぱり大人になって、まあ、子供の時見てて、えー、っと、ま、幼稚とか、まあ、ジャンプとか見て、ーとか幼稚よって思ってて、まあ、ちょっと時を得て、まあ、再び見てみると、すごい面白いです。はい。それで過去作を見ると、本当に、わこんな素晴らしいの、なんで見逃してたんだろうって思います。<laughs> はい。ま、あぜひ、ま、あ そうですね。まあ、ずっと見てる人は本当すごいと思います。僕は一旦やめてしまったんですけどね。えっと、牙、牙から見るのやめて、ドライブから見るの始めた感じではい。ということで、こちらの方も実況やっていきますんで、よろしくお願いします。えー、仮面ライダーに興味ない方もぜひ、えー、見てください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。実況の方もよろしくお願いします。